光を操る三人の魅力が炸裂。ナンバーアンダーラインアイソロダンス動画に秘められた驚きの内容とは、絆と遊び心が溢れるナンバーアンダーラインアイソロダンス動画が明かすメンバーの素顔。ナンバーアンダーライン愛のゴートにおけるソロダンス動画は、ファンにとって待ちに待ったイベントとなりました。それぞれのメンバーが、 まるで自分たちだけのステージであるかのように照明の中で見せるパフォーマンスはまさに圧巻です。ナンバーアンダーラインアイの GO とソロダンス動画が全員分公開された。3人が見せる華麗なパフォーマンスに注目が集まっている。公開されたすべての動画には3つの懐中電灯の絵文字が添えられている。それでは1人ずつのダンスを見ていこう。 まず、騎士やさぶとくんのダンスは、その凛々しい表情とともに、見るものを魅了します。眩しい光の中で踊る彼の姿は、まるで夜空に輝く星のようです。しかし、驚きはそれだけではありません。カメラが引いていくと、その先には照明を当てる神宮寺ゆうたくんの決め顔が待っています。ダンスだけでなく、 彼らの間には何やら楽しいやりとりがあるようで、見るものを飽きさせません。ダンスだけでは終わらない、一味違った動画になっている。続いて登場するのは、神宮寺由太君くんのダンス。彼もまた、チカチカと明滅する照明の中で力強く踊ります。時折見せるキョトンとした表情も、彼の魅力の一つ。そして、 騎士ゆうたくんの姿が映し出されると、笑顔でピースをする彼らの中の良さがにじみ出ています。チカチカ照明の中で激しく踊りながらも、時折キョトン顔を見せる神宮寺。そして、照明を当てている騎士が映し出される。最後は、仲良しの騎士と神宮寺が笑顔でピースするシーンで締めくくられている。最後を飾るのは、平野翔くんのダンス。 彼の楽しそうな表情は明るい光の中でさらに輝きます。しかし、その隣には真剣な表情で照明を当てる騎士ゆうたくんの姿も。一体何を考えているのか見る者にとっては興味深い光景です。明滅する光が当たるたびに楽しそうにハイテンションで踊る部屋。そこには真剣な表情で照明を当てる騎士も映っている。 これらの動画には、3つの懐中電灯の絵文字が添えられています。それはきっと、メンバーたちの遊び心が詰まった証拠。彼らの絆が、動画を通じてより感じられるのです。そして、リリース情報によれば、待望のデジタルシングル、Blow Your Cover がすでにリリースされ、ミニアルバム、No, All,、oh! Ring も間もなく発売される予定です。 彼らの活動はこれからもますます盛り上がることでしょう。このように3人のダンスは単なるパフォーマンスだけでなく、仲の良さや遊び心が感じられる内容となっている。また、リリース情報によれば、新作のブローユアーカバーとノー・オー・リングも待ち遠しい。しかし、気になるのは撮影場所や撮影目的だ。ラのホテルでの撮影との噂もあり、 果たして本当だろうかまた、この撮影をきっかけに、彼らがさらに世界的スターになる可能性もある。彼らの中の良さや楽しさが動画から伝わってきますね。ただし、観覧中に光過敏反応が起こる可能性もあるため、注意が必要です。さらに、SNS 上では子供や外国人がゴートを踊る動画も話題になっている。 それに加えて、ダイエットや運動の一環としても楽しめるという意見も。彼らの魅力は単なるダンス以上のものがあり、ファンにとってはずっとこのままでいてほしいという願いもあるだろう。騎士、神宮寺、平野。彼らのパフォーマンスはただかっこいいだけでなく、面白さが斜め上を行っている。その姿勢こそが、彼らのポイントの高さだ。 ポケモンショックのような光過敏反応の心配もあるが短い動画なので大丈夫だろう。しかしその点も考慮して今後の動画配信には注意が必要だ。さらに SNS 上では子供や外国の人がゴートを踊る動画も楽しんでいます。これはダイエットにもなりそうで一人でも大勢でも楽しめそうですね。照明担当のメンバーたちも ただかっこいいだけでなく面白さも兼ね備えていると評判です。特に神宮寺勇太君くんは、真面目な印象が強い中での意外な一面がファンを楽しませています。彼らのホテルでの楽しい撮影裏話や、MV の撮影の可能性についてもファンの間で話題になっています。5月中旬にティザーが出るかもしれないという期待も高まっています。 このエキサイティングな動画と情報についてファンはどのような感想を持つのでしょうか彼らの次なる活動に期待が高まりますね。これらの動画は彼らの魅力と才能を存分に発揮したものだ。そしてこれからも彼らの活躍から目が離せない。果たして彼らはいつかコーチェラに出演する日が来るのだろうかそれを期待して 彼らの活動に目が離せない。彼らの魅力と才能を存分に発揮し、ファンを魅了するパフォーマンス。これからも彼らの活躍から目が離せない。どのような場所で、どのような目的で撮影されたのか。また、今後の活動にはどのような展開が待ち受けているのか。これらの点について、今後の動向が注目される。しかし、 この一連の動画と情報を見て考えさせられることがあります。それは彼らのアーティストとしての進化についてです。彼らは単に楽曲を披露するだけでなく、ソーシャルメディアを通じてファンとのコミュニケーションを深め、様々なコンテンツを提供しています。その結果、彼らのファンベースはますます拡大し、彼らの人気は上昇の一途をたどっています。 一方で、このような情報の洪水の中で、ファンたちはどこまでが真実であり、どこまでが宣伝なのかを見極める必要があります。メンバーたちは自然体で楽しそうに見えますが、それはすべてがスムーズにいっているわけではないかもしれません。彼らも人間ですから、プレッシャーや苦悩を抱えていることもあるでしょう。また、これらの動画や情報を通じて、 ファンたちが彼らに対して抱く理想像とのギャップが浮き彫りになることもあります。彼らはステージ上でかっこよく楽しそうに見えますが、その裏には努力や犠牲があることも忘れてはいけません。彼らも苦難を乗り越えて成長してきたのです。このような考えを踏まえると、彼らの次なる活動に対する期待もさらに高まります。彼らがどのように成長し、進化するのか、 ファンとしては興味津々ですね。彼らがこれからも自分たちらしさを失わずに、新たな挑戦に果敢に立ち向かっていく姿を見せてくれることを願っています。最後に、SNS 上では神宮寺くんの魅力についてのコメントが相次いでいます。彼の個性が、ただかっこいいだけでなく、面白さをも兼ね備えていることが、多くのファンにとって魅力の一つとなっています。 このように、ナンバーアンダーラインアイのゴートソロダンス動画は、単なるパフォーマンスだけでなく、メンバーたちの個性や絆を感じさせる貴重な映像となっています。彼らの今後の活躍にますます期待が高まりますが、その一方で、彼らの普段の姿にも注目が集まることでしょう。果たして、彼らが次にどんな魅力を見せてくれるのか、今から楽しみですね。 それでは、読者の皆さんに質問を投げかけてみましょう。あなたが一番印象に残ったナンバーアンダーラインアイのメンバーは誰ですか彼らのダンス動画を見て、どんな思いが湧きましたかまた、彼らの今後の活動に対する期待はどのようなものですかぜひ、あなたの意見をシェアしてください。